括弧9番、指定文と素定文というのがあります。この辺ですね、古い文法書で勉強なさった方はちゃんと書いてあるんですが、新しい文法書にはあんまり書いてなかったり、こうさらっと書きな、書かれて、あまりこうインパクトがなかったりするので、ちょっと一回これ整理していきましょうね。はい、画面を共有します。わからないことがあったら、ミュートを解除して質問してくださいね。はい。これですね、何の文を扱ってるかっていうと、何々は、何々、まあ、だ。このふにゃふにゃは、ふにゃふにゃだの、文には、どんなパターンがあるんですかっていうのをね、今これ問題にしてるんですよ。で、このふにゃふにゃはふにゃふにゃだをですね、まあ、A は、B だった、B だと仮にこうしましょう。A は B だ。という、置き換えましょう。で、A と B の関係によってですね、このふにゃふにゃはふにゃふにゃだのパターンをね、見ていきましょうってことなんですね。で、一つは、A イコール B というパターン。例えば、私は、篠崎ですと。ね、A イコール B。私は篠崎です。これは、私イコール篠崎ですよね。はい。で、これイコールかどうかを、確認する一つのチェック方法は、A と B を置き換えてみたらいいんですよ。つまり、篠崎は私です。これでも意味通じますよね、と。で、こういうのを指定文と言いますと。こういうのを指定文と言いますと。ね。いうことなんですね。で、次、2番目はですね、どういうのかと言いますと、こういう関係ですね。うん。こういう関係ね。例えば。私は日本人です。私は日本人です。これ、例の日本語は、まあ、文は正しいですよね。だけど、1番の私は篠崎ですとはちょっと違うの分かりますか？具体的には、これ、私は A で日本人 B ですよね。でさっきの1みたいに、この A と B をひっくり返すと、日本人は私ですって言うと、なんか、日本人は私です。まあ、他の人がみんな、日本人以外の人であれば、まあ、イコールですけど、必ずしもそうではないじゃないですか。日本人他にもいっぱいいるので。とすると、必ずしも、日本人は私ですが、というのは正しいわけではなくて、やっぱり私は、この、こう B と日本人の B というカテゴリーの中に属していますという、こういう関係の方がまあ正しいですよね。わかります？で、こういうのを素定文と言います。うん。素定って あんまりこう耳慣れない言葉だと思うんですよね。で、それは当然で、もともと素定って哲学用語なんですよ。だから多分この概念考えた人が多分哲学関係の方だったのかもしれないですね。はい。自分にとっては慣れ親しんでる言葉でもまあ一般人にはわからない言葉ということなわけですけども、まあこういうことです。内容はこういうことです。
だから言葉は難しいですが、言ってる内容は実はすごく簡単なのがわかりますか？うん。ね。はい。ですので、皆さん、日本語教育で、この日本語教育の検定試験を受けると、なかなかこう、難しい感じの専門用語がいっぱい出てきますけども、所詮扱ってるのは日本語なので、専門用語は難しくても、指し示している内容はなんてことないってことが往々にしてあります。で、これ私は、ハッタリ専門用語って呼んでるんですけども、大方ハッタリなので、ビビらないでください。はい。はい。ね。はい。これが一つ。で、次、三つ目。A と B は実は違うっていうパターンがありますと。このパターンがありますと。例えば、まあ、これ大変有名な例文なんですが、僕はうなぎだと。これ別に英語で言う I am eel を表すわけではないですよね。はい。で、これは何かというと、別に僕イコールうなぎというんじゃなくて、例えばなんか、レストランかどっかに行って、注文するときに、じゃあ君何する？あ、じゃあ僕はうなぎっていう、うな丼とかうなぎ定食っていう時の言い方なわけですよね。はい。これは、どういう意味かというと、僕について言うと、注文するのはうなぎだという意味ですね。それを省略して、まあ、簡略化して僕はうなぎだというですね。はい。で、こういうタイプの、文のことをうなぎ文と言います。いや、本当に。本当に。ちゃんと、高名な、文法の論文でも、うなぎ文っていうふうにちゃんと言います。はい。なんでかと、この僕はうなぎだという例文があまりにも有名だからですね。うん。はい。これも多分、思いついた文法学者の方が、うな丼を食べてる最中に思いついたんだと思います。はい。で、このように、これですね、名前を付けるときっていうのは、命名者の実は生活感が結構出ててですね、皆さん、カクテルパーティー効果っていうのを聞いたことありますか？カクテルパーティー効果。あ、検定試験出ますよ、これ。要するに、いろんな、パーティーのときには、まあ、周りにいろんな人がこう、ざわ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 してて、いろんな音が聞こえるんだけども、でも、聞いてるんだけども、でも、その、騒音、雑音は、もう、聞いてる方はシャットアウトしてて、自分の目の前にいる人の、言っている言葉だけを選択して聞くっていう、そういう、特徴があるんですね、私たちは。それをカクテルパーティー効果って言うんですけども、なんでカクテルパーティー効果を、っていう名前になってるかっていうと、これは命名した人が間違いなく欧米の方で、普段からカクテルパーティーをしてるからですよね。私たちカクテルパーティー、あ、します？皆さん、普段。しないですよね。だから私たちの感覚で言えば、大体まあ居酒屋効果っていうふうに命名するのがしっくりくると思うんですけども、それはもう命名した人の、生活感なわけですよ。で、これ実は皆さん自身も当てはまっててですね、皆さん将来、近い将来ですね、現場に立って、多分その期末試験とか、ですね、定期試験作ったり、あるいは場合によってはその日本学校の入試問題を作ったりすることもあると思うんですよ。その時に例えば文法の問題だと問題文作らないといけないわけじゃないですか。ね。その時に、大体皆さんの生活感が出ます。はい。はい。これ、私のセミナーを受けてる方は、もうその先生、その話で3回目ですって思われるかもしれませんけども、別府、本学でもですね、留学生向けの入試問題を、作るんですけども、以前私も年配の先生にですね、すいませんが、文法問題を作ってくださいと、何問作ってくださいと依頼したことがあります。大体レベルで言えば、日本語能力者の N1 レベルの、文法の問題ですね、10問か20問か作ってくださいというふうに依頼したんですね。そしたら、正解が何々やらが正解の文法の問題、4択問題で、問題文がどんなんだったかというと、もう最近、目が悪くなって字が読めないやら、腰が痛くなるやら大変だみたいな例文を問題文で作って出したんですけど、その時私はまあ、先生すいませんと。受験者は20歳前後の若者なので、あんまりこういう例文にはヒットしないんですって言ったら、そうかっつって、まあ、作り直してもらったんですけどですね。あ、それ皆さん気をつけてくださいね。生活感は結構出てきますんで。ね。はい。で、この、ふにゃふにゃは、ふにゃふにゃだを、ふ
踏まえた上でですね、あ、その前にもう一つですね、この特に外国人が理解に苦しむのは何かというと、これなんですよね。うん、これ理解に苦しみます。で、あの日本人の英語の非常に上達、あの熟達した方であっても、通訳したり、あるいは英語で話したりするときにですよ、日本人ですよ、あのうっかり I am ill って言ってしまって、周りのアメリカ人の失笑を買うってことはまあまああるそうです。うん、それぐらいまあ、そう、こういうような言い方をすると、そのそれを聞いた英語母語話者は、おい、日本人、お前今からうなぎの着ぐるみ着るのかっていうような、イメージを持ってしまうので、ここは本当に気をつけて、この文を指導するときには気をつけてくださいということですね。でこれを踏まえた上で、すみません、なんかいろいろ雑談が多いですが、それを踏まえた上で、過去9番を見ていきましょうと。そうすると、1番、私の先生は男の人だ。ですね。これは、指定文ですか素定文ですか、うん、素定文、そうですね。素定文。指定文ではありません。素定文ですね。だって、男の人と私の先生比べたら、圧倒的に男の人の方がカテゴリー大きいわけですから。はい、で1番、素定文だなと。2番、山田さんは医師だ。これは分かる方はカメラに向かって、いませんかそうですね、素定文ですね。これも素定文ですね。はい。素定文となりますと。はい、3番目。あの人は霊胆だ。霊胆だ。まあ、これ、霊胆な人だというふうに置き換えて考えた方がいいと思いますけども、霊胆な人はあの人だだったらですね、あの人以外に霊胆な人はいないということになりますから、おかしいですよね。そうすると、これ指定文ですか、素定文ですか、うん、素定文ですね。そうです。素定文となりますと。素定文の人。4番目、議長は有能だ。これもまあ有能な人だに置き換えるといいと思いますが、これ素定文ですか、指定文ですか、素定文ですね。素定文。うん。素定文ですよ。はい。したがって1番から4番は、これ全部素定文ですね、と。で、5番目、院長はあの人だ。うん。であの人だと院長は、これひっくり返して、あの人は院長だと言っても、まあいいですよね。はい。で、一つの病院に院長一人ですから、もうこれ、ね、たくさん院長があるというわけ、いるというわけではないので、これはもうイコール、A イコール B で収まるでしょうということで、これは指定文となるわけなんですね。したがって答えは5番となりますと。よろしいでしょうか。